トミー・セイヤーは、アメリカ合衆国のロックミュージシャン。同国オレゴン州、ポートランド出身。ロックバンド、キッスの5代目ギタリスト。オレゴン州、ビーバートン郊外で、ビートルズや60年代ポップスを聴きながら育つ。70年代ロックに強い影響を受けて13歳で、ギターを始め、高校卒業後数々のローカルバンドでプレイしていた。QUJ ミーストリート。 ジェームズ1981年11月に、ジェイミー・セント・ジェームズと共に、ブラック・エヌ・ブルーを結成。1982年にはバンドごとロサンゼルスに、引っ越し、LA クラブシーンで活動する。1983年、ケフィンレコードと契約し、メジャーデビューを果たす。1984年8月、ブラック・エヌ・ブルーが、エアロスミスのバックインザ。 サドルツアーで前座を務めるため初来日。同年11月には、ブラック・エヌブルー単独で来日した。1985年末、キスのアサイラムツアーの前座を務め、ジーン・シモンズと親しくなる。素顔のトミー1989年、ブラック・エヌブルーが、ゲフィンに契約を切られ崩壊した後、 ジェイミー・セント・ジェームズと共にフルメイクのキッスとリビュートバンドコールド・ギンを結成。LA を中心に活動し、日本公演も行った。1980年代後半からバイトでキッスの雑用係をするようになり、1990年代はそれが本職となる。ジーンのパーソナルアシスタントとしてキッスの歴史書であるキストリーの編集にも携わる。 1995年から1996年にかけて行われたキスコンベンションを企画実現。1996年から始まったキスのリユニオン以降のツアーではツアーマネージャーを務めた。また過去に自ら作ったギターフレーズを忘れかけていたキスのオリジナルギタリスト AS フレーリーにギターフレーズをレクチャーした。キスのリユニオンに伴う様々な映像を 記録編集して、セカンドカミングを作り上げる。2002年、キススのエースフレイリード対後、公認として、キススの第9期メンバーとなった。メイクは、前任者エースと同じスペースマン模様を施している。2007年、フルスブラック、N ブルーのツアーに、ゲスト参加。以降、定期的に客演した。2009年、キスのメンバーとして、初めて、スタジオアルバム、 ソニックブームの制作に正式に参加する。2012年、キッスの20枚目のスタジオアルバム、モンスター地獄の重心において、多くの曲を、ポール・スタンレイや、ジーン・シモンズと共作し、制作に大きく貢献する。ポールと、ジーンからは、トミーとエリックが、俺たちをバンドとして蘇らせてくれたの。2015年、キッス名義で、東京ドーム公演、そして2019年末、 キッスの最後となる来日ツアーに参加した。元キッスファン、ツアーマネージャーを経て、キッスメンバーになった経歴のため、ファン側から見た意見をメンバーに伝える役目もしている。科目で真面目な性格でもあり、ポール・スタンレーが、キッスとしてどうするべきか迷った時は、トミーに意見を聞くことにしていると、述べるほど信頼されている。キッス雑用係時代は、ジーンのコーヒーを入れること、バンドのために、 移動先のホテルを予約、ポールの家の壁塗り、寺院の家の雨どいの掃除など、講師に関わらず、何でもこなしていた。父ジェームス・ビー・セイヤー京都・ジップは、第二次世界大戦の欧州戦線で活躍した、英雄ジェームス・ビー・セイヤー陸軍順将、96歳の長女であった。2006年にアンバー・ピークと結婚、同年6月4日、 カリフォルニア州で結婚セレモニーが行われたことが同年6月5日付のオフィシャルサイトで報じられた。趣味はゴルフ。ありがとうございます。